10日、長子立川西中学校は、新潟県十日町市総場に所在する、私立中学校。通称は、川中。1961年に開校。全校生徒数202名かつては、現在の校区全体で、生徒数100例人を数えた時代もあったが、現在では10年に100人のペースで、生徒数が減少し続けている。参観地域のため全校生徒の、 約3割がバス通学を行っており、バスの運行は学校専用バス1台と越後交通1台が共同で行っている。2003年度頃までは京都、大阪へ行っていたが、最近では北海道が定例となっている。2012年より京都、大阪へ復帰。普通教室旨、連絡旨、特別教室旨の3つと市営の体育館から構成されている。 各学年の教室及び音楽室、保健室がある。勾配などもあったが、今は使われていない。また、普通教室棟に併設する形で市営の給食センターが置かれており、全校生徒合同で給食を取ることができる。ランチルームへ直接給食が搬入されている。生徒玄関、職員玄関、職員室、図書室、放送室などがある。 普通教室棟と体育館をつなぐ形で位置している。校舎の正面部分、体育館のみにつながっており、木工室、金工室、美術室、第一理科室、第二理科室などがある。また、過去に結核病患者の隔離施設として使用されていたという説があるが、そのような事実は一切ない。原則として、体育館施設そのものは10日。 調子の直轄施設である。1階部分がピロティとなっており、屋内練習場や運動部の部室も併設されている。2階部分にはホールやロビーがあり、ホールには吊り下げ式のバスケットコートがある。部活動時間には主に校舎側半面をバレーボール部、特別教室棟側をバスケットボール部が練習に使用している。ロビーにはトイレや冷水器などがある。 ステージの奈落部分は引き出し式のパイプ椅子収納になっており、ホール1、3面分ほど引き出すことが可能で、式展示に使用する。3階部分はギャラリーになっている。一周約150メートル。部活時間には、吹奏楽部、陶器のみ陸上部、稀に、卓球部が活動している。北側角に、ミキサーのある放送室がある。 特別教室棟の脇にプールが置かれているが、一切使用されていない。外部リンクを参照。ありがとうございます。